はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき30代です。さあ本日なんですが、皆さんはエレメンタルヒーローネオスクルーガーというモンスターご存知でしょうか。これかっこよくないですか。もうめっちゃかっこいいっしょこれ。融合召喚条件、まあ結構ロマン性高くて、エレメンタルヒーローネオスプラスユベルっていう融合召喚条件なんですよ。これね、効果ねめっちゃ弱いんだよねめちゃくちゃ弱いんだよね。これ入手方法スプライトのパックで出た UR カードなんですけど、この誰も話題にしないし、マジで誰も使ってないんですよ。というわけで今回はこのモンスターを作っていきたい。どういう効果を持っているかっていうと、戦闘回数の効果なんですよ、基本的には。このカードが相手モンスターと戦闘からダメージ計算前に、その相手モンスターの攻撃力分のバーンダメージ与えるよみたいな効果と、あと表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドが離れると、または戦闘で破壊されると、手札できたらネオスワイズマンを出せるよという効果になっています。で、ネオスワイズマンも、まあ、同じような感じで、効果で破壊されないプラスなんか戦闘からダメージステップ終了時に、なんかバーンダメージ当たってライフ回復するみたいな感じの効果なんですよね。まあ、だからまあユベルってこんな感じのね、効果だからさ、ユベル自身が。なのでまあさすがにね弱いんですよでどうやってじゃあ介護していけばいいかっていう話なんですけども、まあ、ヒーローなんで結構介護方法いっぱいあって、まず横に強いモンスター並べればいいんですよね。ネオスクルーガーの横に例えばデスゼニとか、まあ、サンライザーとかね、ダークローとか、まあ、こういうモンスター並べればいいっていうのと、あと、まあ、ブルーディーとかね並べればいいっていうのと、こいつね魔法使い族なんですよこの人が。だからね魔法族の里貼れば魔法カードを牽制できるんですよねてか謎のヒーローデッキに魔法族の里って意味わかんないと思うけど、こいつが魔法使いだから、だから里プラスクルーガーで一応魔法封じれるんで、まあ、このギミック一応今回は介護デッキギミックとして入ってます。はい。でデッキ枚数がやりたいこと詰め込んだ結果ありえん枚数になってるんですけど、まあ言うで初動カードは結構いっぱいあるから、ヒーローって、まあ、アライブとかエアーマンとかファリスが全部初動になるんで、そんなに事故りはしないんだけど、ちょっとやりたいこと全部詰め込んだ結果誘発がほとんど入ってないんで高校無理です基本的には。はい、高校はほとんど無理なんですけど、まあ先行で頑張ってクルーガー出して、クルーガーでドヤ顔できればいいかなというふうに、はい、思っております。でこいつの出し方なんですが、ネオスプラスイベルなんで、そもそもネオスフュージョンで出せるんですけども、ネオスフュージョンのね持ってき方がね結構いろいろあって、まあ基本的にはね、このエレメンタルヒーロースプリットオブネオスっていうモンスター、これを特殊召喚した時にエレメンタルヒーローモンスターのカード名が記された魔法トラップか融合を持ってこれるんですよ。だからまあバイオンとか以外にも融合を持ってこれる手段として優秀だし、あとエレメンタルヒーロー の魔法トラップ持ってこれるんで、まあネオスフュージョンとか、あとそれからこのインスタントコンタクトとか、EM シャッフルとかっていうこの辺のカードが持ってこれるんですね。でもうこの EM シャッフルが結構強くて、これエレメンタルヒーローかネオスペシャンできる戻すと、そいつとはカード名が異なるエレメンタルヒーローかネオスペシャン出せるよっていうカードなんですよ、デッキから。なんでスピリットオブネオスも出せるんですけど、これ例えばエアーマンをね出しに行ったりとか、まあ、エアーマン出してあるんだったらちょっとシャドウミストラスとかね、シャドウミストを特殊召喚成功した時にマスクチェンジ持ってこれたりするから、まあ、これ結構強くて、まあ、こういう動きをしていけるので EM シャッフルをちょっと今回ガン詰めしてみました。はい。で一応フレームウィングマンからのシャイニングネオスウィングマンできるようにインスタントコンタクトも入ってるっていう感じですかね。はい。まあちょっと動かし方はね割とまあいろいろあるんで、ヒーローは見ていただいた方が早いかなと思うんで、早速ねデュエルやっていきましょう。ネオスクルーが使っていくぞ、デュエルスタンバイ。うお強そうじゃね反動。いやでもそうでもねえか、エアーマン止められても、エアーマン止められたらやばいかエアーマン止められたらやばいです。リキッドマン持ってきくる感じかな。これさ、ファリス1000、レベル4になんないですかね贅沢言い過ぎ。うららはなさそうだけどな、うららはなさそうだけど、普通にここ無限法要って言われると普通に終わるけどな。ここで無限法要って言ってくるよりもバイオンで無限法要って言ってこられた方が結構辛いんだけどね、ヒーロー使いとしては。まあこれディアボリックがコストにしてるんで最強なんですけど、
ディアボコスとファリスとかいう犯罪行為をしていく。まずはしっかりと犯罪行為をして、でファリスの効果発動、なんもなそうですねこれ。マジ全部取っちゃう。で、ファリスをリリースしてインクリース特殊からの、あ、ちなみにこれね、あのインクリースくん、あの一応永続罠扱いみたいな感じなんで、あのウサギめっちゃ食らうんですよ。だからウサギでね世界終わることあるんで気をつけてください。はいこれマジです。で、バイオの効果発動して、ファリスをゲームから除外して、で融合、まあ、ファリスレベル5だから一応あれか、なんかレベル5以上のヒーローモンスターみたいな、そういう条件は整えることができるか、そういうメリットはある。そしてクロスほっ、イングレスでいいか。でクロスリンク召喚成功しこうか。リンク召喚成功した場合、自分の墓地からディスティニーヒーローモンスター1体を特殊召喚ができるという効果。このクロス君がね、なんか、D 素材、D 縛りが結構あるんで、蘇生も、リリースも。なんでね、ここがちょっと、ま、いろいろと工夫が必要なところではあるんですけども、僕多分ね、展開結構余ってるんで、割とブルーディー出せんじゃねえかなと思うんだけど、マスクチェンジねんだよな、でもな。まあ、とりあえず融合するか。一回融合して、サンライザー出しに行こう。エレメンタルヒーローサンバイザーの効果によって、これ手札の方がいいかな。これちょっとモンスターあの盤面に残しておきましょう。多分ブルーディーいけると思うんだよね。いけなかったらごめん割と雰囲気で増してるからヒーローいつも。リキッドワン効果とサンライザー効果で、ミラクルフュージョンを、リキッドで引かないようにしながらカードを2枚ドローして1枚捨てるという効果。ここでマスク引いてほしい。多分引かない。あ、でもフュージョンディスティに来た。フュージョンディスティに来たのでかいな。もしかもシャドウミスト墓地送れるのマジか。普通に強いな。でシャドウミスト効果発動。ですね、これはオネスティぐらいしか持ってきたいもんないね。で、これは一回ワンドラですね。ワンダードライブを特殊召喚して、で、ワンダードライブのリンク先に、ディナイアルガイを特殊召喚。で、ディナイアルガイの特殊召喚で、ワンダードライバーが反応して、自分同士の融合かフュージョンかチェンジを、セットし直すというガチでヤバすぎる効果を使い、融合を再セット。さらに、ディアボリック、アナザーディアボリックガイを除外ゾーンから回収し、もう一回デッキに戻す。ディアボリック戻ってこないかな。一緒純正義なんですよ、この人。これさ、あれだよね、このリンクモンスターたち全部リリースしたらいけんじゃないこれ、まあ、とりあえずこれ、まあ、このデッキは何デッキかっていうと、ネオス・クルーガーデッキなんで、ヘルドライバーの効果によってネオスとユベルを持ってきて、そして俺とユベルで超融合。うわっ召喚条件はエレメンタルヒーローネオスプラスユベル融合召喚。あれあれよ、エレメンタルヒーローネオス・クルーガー、かっけえかっけえぜネオス・クルーガーさん。そして、ミラクルフュージョン先打たないと、フュージョンディスティの制約あるから、多分これミラクルフュージョン打って、で、ディアボリックがデッキにいないといけないよな。で、エクストリダオだな。エクストリダオね。エスクリダオ。エスクリダオ、ここと、これなんでもいいね、これだな。で、こうでしょ？でですね、これでフュージョンディスティニー打って、確かディアボリックと、スプリットオブネオスいるから、これデッキ融合できるよな。え、これブルーディーいかないよね。これ多分ね、そうだよね。戻してるもんね。そうだよね。で、こことここでいける。で、デストロイングフェニックスガイ。バクトン！さらにこの謎のフィールド上のヒーローモンスター3体をリリースするで。ここ、ここ、ここ。あらあらろ！運命を操るヒーロー、デステルヒーロー、ブルーディー！来た。そして、魔法族の里を発動うおー、最強クソゲーネオスクルーガーさんはちなみに魔法使い族なんで、魔法族の里の適用ができます。こっちのフィールド上に魔法使いがいる場合、相手は魔法カードを発動することができません。最強。なにー！
魔法使い族デッキ意味なかった魔法使い族の魔法族の里意味なかったマジで。おなんでモンスターゲート売ってんだよ、ふざけんなよ、おふざけんなマジで。いやでもさすがにでもブルーディ強すぎて無理だよこれ。これ今何が起こってるかっていうと、一応、魔法使い族モンスターがいないと魔法カード使えないっていう状況にプラスして、ブルーディの効果で、まあ、相手のフィールド上スキルドレイみたいな感じになってて、でしかもデスフェニの効果で一応1枚破壊できるみたいな感じなんですよね。でも白雪とかいうどうでもいいモンスターの効果無効になってるんで、これは本当に何もできないと思う基本的には。ちなみにサンダーボルトって言われると世界終わるんだけど、まあ、それをさせないための魔法族の里っていうこと。はい、てか魔法族の里くらいないと本当ネオスクルーガーさん活躍してくんない。効果がねはっきり言って弱すぎる効果がね弱すぎんの本当に。いやもうきついでしょこれ相手。これまくれることある？無理じゃね？永続パカパカとかしないと無理だと思うねこれ。はい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 、まあそれいいですけど、なんかあがこうとしてますけどあがけないと思いますよ多分。ネオスクルーガーの介護者あまりにも強くて違う、周りの介護者が強すぎる件について。まあ悪くはなさそうではある。ゾウジだけねめちゃくちゃ重いんですよこのデッキ。それがねちょっとケアがなかなかに難しいんですが、まあなさそうですねこれ。ゾウジなかったらなんとかなるな。でエアーマン召喚効果発動。さあヒーローモンスター一体を手札に加えることができるぜ。おっと何もないのか、マジか、何にもないか、なるほどな、まあ、とりあえずちょっとファリス出しに行っていいですか。なるほど、いや本当にこれ誘発何もないじゃん、ラッキー。デュエリストカップで誘発投げられないことほとんどねえから、なんか新鮮だなこれ。相手デッキ枚数多いから引けてないのかな。いや石津グッドスタッフか、60枚いったとなんだろうな、石津グッドスタッフだろうな多分。アダマシアとかもあるか。でディアボ落としからのディアボ蘇生、これはディアボここで使わないといけなかったんですよね。だからですね、ファリスコストにディアボ落としてるときとは違うから、クロス出してクロス効果でディアボ蘇生して、いやこれディライアル持ってこないといけないか。一応マスクあるから結構強いんだよな、でも言うて。でクロス効果でディアボで、ディアボから、いやこれ詰ませるのが大事だから、やっぱあれかな、ダークエンジェルとかあったらいいのかなこれ。まあいいや、でもとりあえずこれこっから普通にもう一回入れるんで。いやこれねブルーディはね、まあ、出せんだけど、そうするとディア、何、デストリフェニックス外が出なくなるんだよな。これアブソルアシッドとデスフェニダークロードどっちが強えんだろうこれわかんねえな、普段からヒーローめっちゃ使ってるわけじゃないか、ちょっとあんまわかんねえな。まあ、とりあえずちょっとディナイアルガイとエアーマンで一応サンライザーサンバイザーを出しに行きましょう。はい、ちょっとねこのファリスのコスト何になってるかによってね結構ねいろいろ変わるんだけど、こうしてで、ワンダードライバー出しに行った方がいいですね。これちょっとネオスクルーガーを出してる余裕ないので残念ながらちょっとネオスクルーガーさんはちょっと上振れないと若干無理なんですよね。なので、ディナイアルガイ、これ普通にここのなんかインスタントコンタクトのところが EN シャックだったらいけた、ネオスフュージョン持ってこれっから。まあ、しょうがねえな、そんなこと言ってもしょうがねえ。でこれは普通にディアボ戻してない、でディアボ戻して、でワンドラ効果で融合再セットして、でディアボを特殊召喚して、でまあ普通に融合打ってデスフェに出して、でまあサンライザーは残しておいて、でリンク先に特殊召喚した時にもう一回再セットできるように
バイオンだけ残しておいた方がいいから、これで一旦エンドなんじゃないかな、うん、これでいいと思うね。まああんまり強くはないけど、まあ、ダークローが刺されば結構みたいなとこかな。ダークローディアボだけなんで、この盤面だとそんなになんかめちゃくちゃ強いっていうほど強くはないんですよね。あー、ダマシアか。いやこれデスラ言ったらダメだ。コアキミガーディアンはいると岩石出てきてマジでやばいから、これ岩石いない状態作るのできなくて、まあ、これはガーディアンって言われるけど、まあしょうがないね。これはいいいいいい、それはいい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 です、いいです、いいです。無効にされて破壊されるけど次のターン戻ってこれるんで、まあそいつはどうでもいい、頑張れる、まだ全然で。カワキメガーディアンの効果で、破壊される。でデスに効果発動を次のスタンバイフェーズ戻ってくる。であとは、ダークローしかないので、うわー出たーいやこれも打ったらダメか、打ったらダメだな。いやあのデッキでも墓地からなんか墓地のリソース使うから、ブロックドラゴンがだ、結構ダークロー自体は刺さると思う多分。ただいやただなんだよな、ダークロー自体は刺さるけど、ねマスクチェンジ見ないか、融合の方がいいな、これ融合の方がいい、融合の方がいいね。いやこれやばいな、これどこまで伸びるかな、あの手札が、相手の手札じゃなくてデッキが、サプライヤー、うわー基地でアギド、あなるほどね、はい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 、そういう感じか。だから芝刈りで石図落としてめっちゃぶん回してくる芝刈り方のアダマシアね。このデッキ、いやもちろん芝刈りとか取ったら強いんだけど、いや結構な確率で外れるんですよね。要は岩石族以外結構入ってるんで、このデッキ結構外れるから、ここの外れを祈るしかない。ドキドキ、はい、アタック、あレベル4、あ強い、なんだこれ、あれか、分析官か、あ出た分析官、外れろ、うわこれどこまで行かれるんだろうな、どこまで行かれるかによるわこれマジで。ガーディアンね、いやでもね意外とね、これダークローが結構強いから普通に刺さってはいる。だからなんかブロックドラゴンとか出しにくいと思う、これダークローいれば。これダークロー単体で今頑張ってる、今俺ダークロー単機で頑張ってます今。はい2体で、あドラガイってやばい、いける、いないぞ岩石来た、オッケー奇跡起きた、岩石一枚埋めくれないとか奇跡起きた、よっとよっと、危ねー。いやそうなんですよ、いやこれね、このデッキね意外と外れんだよね、なんか岩石いねえからあんまりデッキの中に。いや俺はなんかその分回すためにこのデッキ使うから、なんか40枚ぐらいで収めたいけどね個人的には。うわそれも出てくるのか、強いな。いや結構外れんだよね、なんかね、なんか余計なカード入ってるからね、岩石族以外入ってるからね。でレベルなんだこれ6か、うわーなるほど、ラプタイとか、ラプター特殊召喚からの、うわまだ動いてくる。でしかもシーカーとかも出てきちゃう、やばすぎやばすぎやばすぎ、これバロネスも出てくるんじゃんこれ、頼む外れろ外れろ、よし相手めちゃくちゃ外してるぞ、いいぞお前、もうちょい岩石増やした方がいいんじゃねえか、デッキの中岩石あまりにも少ないんじゃねえか。でどんどん除外されてるカード、うわー照英とかいうやばいやつ来た。あこれバロネスじゃないんだ、へえこれバロネスじゃないんだ、照英なんだ。まあ確かに、まあ、うっとしはうっとしいけどな照英も。ただまあ言うて、まあこれとりあえずインクリース設置する、はいちゃんと殴る順番合ってましたね、相手やりますね。殴る順番がですね、あ大事なんですよ結構。順番的にはですね、サンライザーを残して殴っちゃうとサンライザーでなんか破壊するみたいなこと言ってくるんで、だから普通にラプタイとか破壊できたんで今のは。だから相手意外とちゃんと分かってるなっていう説はある。で私のターン入る、オネスティネオス来た、意味がない。いやこれはまあ、スタンバイとりあえずデスフェに出す。で照英が破壊耐性持ってるんで、打点お互いにめちゃくちゃ下げてるからすごいことになってんだなんか照英は自分の効果で照英相手の打点を下げて、デスフェには自分の効果で相手の打点下げてるから、これ意外やばいことになってる。これいやこれクラフティーブラッド打ちに行くしかないよね。
これダークローもいらんだ、これダークローいらんで、ダークローをリリースしてインクリ出すだろう。でインクリ効果発動して、でも確かにそうか、バロネスだったところでデスクニーが蘇ってきて普通に殴り殺されるのか、バロネスだったら。確かにな、今は勝利で正解だ。じゃあ相手普通に破壊耐性きついわ。でシャドウミスト効果発動する。でこれは風男持ってきて、で風男召喚して、これフェニックス江戸の力借りたらいけんじゃね。あぶね、これヒーローサーチなくて魔法トラップサーチの方が1位にしたの、これバグってた。俺ヒーローサーチの方を1位にしろ、間違えて自分の魔法トラップ破壊するだろ俺。いやこれさすがに4キル取れそう。はい、そしてフィールドの3体のモンスターをリリースし、うおあらら、運命を終わりにするには運命の始まりになったこのヒーローがふさわしい。デステリーヒーローブルーディー効果発動、相手のフィールドのモンスターをパクっていく。ブルー、よーしよし、ミラクルフュージョンを発動。ミラクルフュージョンの効果により融合召喚、あらららエレメンタルヒーローエスクルト、そしてこのままバトルフェイズだ、いけーアタック、さらにエスクルダーの攻撃、いけブルディブラッディフィアーズ、うおー、あぶねー、ダークロー短期結構強かった。高校はもうなんかやっぱちょっと誘発があまりにも少ないんで、これデッキやりたいこと詰め込みすぎるとさ、ヒーローってさ誘発入れる枠なくだななんかこれ分かる人いる？だからヒーローってさ、まあギミックめっちゃ強いし動きなんかその展開力結構すごいんだけど、ただなんかやりたいこと詰め込みすぎるとさ、なんかメインパーツあまりにも多くなるからさ、なんか何抜いていいか分かんなくなるんだよね。でなんか気づいたらなんかデッキ60枚くなってて、あれってあって、でなんかいろいろ抜いてってなんかなんとかして50枚くらいになるみたいな。これねヒーロー使いだと分かってくるんじゃないかと思ってんだけど、これ分かんなかった、ごめんね。やばい、ちょっと親の顔より見た全枚ムーブ始まっちゃった。これ親の顔より見たと言われている全枚ムーブが始まっちゃった。これ展開バリ長えんだけど、これ何する人、これ何が出てくんの、これアーデク、分からん、何このリミットオーバーアクセルシンクロみたいな召喚方法、やばコズミックブレロイヤルかっこよ、いいな、かっけえロイヤルコズミックブレイザー、めちゃくちゃかっこいいじゃん。シンクロマグネーター、わからん、意味わからん展開すぎ草なんだけど。ティアマトン、てっきり言うティアマトン誰、え3枚以上の同じカードに縦列があれば特殊ができる、へえおもろ、面白い効果しますね。やべえ、なんだこれ縦列全部埋まってる、えすごっ、何こいつ、そんな効果あんの俺、え？このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードと同じ縦列の使用しないゾーンは使用できない。やば。え？これ待って、イブリースいるからこれ俺特殊召喚できないでしょこれ。やべえ、リンク召喚できんのだけども。やべ、イブリース消せばいけるか。イブリース消せばいける？イブリース消せばいける？これバトルフェイス入ってさ、これイブリース自爆とかしちゃいけるか。これ消せばいいんだな、つまり。え？あ。え、キモっ。やばい、ちょっと待って、いやその廃用リンクとか方で入ってないんだけど、何このなんかイブリースでロックしてティアマトンでエクストラデッキ封鎖するやつ強いんだけど普通に。やばい、何この回りくどい特殊召喚ロック、めっちゃ強いんだけど。もうこのなんか謎の鉄気流ティアマトンとかいうモンスター強すぎるだろ。どのカテゴリーのモンスターだよお前、どっから湧いてきたのお前は。